はい、早速やっていきましょう。毎日学習会の林です。よろしくお願いします。今日は、ね、SMC の AO の書類出すときに、どの書類が一番重要なのかっていうところの話で、ちょっとそこのお話をさせていただこうと思います。よろしくお願いします。で、AO で合格するためにどの書類が重要か、非常に難しいテーマかなっていうふうには思うんですけれども、一つ言えることがあるとすると、なんて言うんでしょう。AO の、AO ってもちろん3万5000円かかるから決して安い出費じゃないんだけれども、AO でそういう形でこう審査するときに、その大学側から見るとっていうところで言うと、やっぱり特にその2回目以降、だから1回 AO で落ちて、次もう1回受けますって人のその書類を見るときに、そこに関してどういうふうな形でやるかっていうところは、やっぱり非常に大事だと思うんですよね。で、そこをそのどういうふうな形でやっていけるかどうかっていうところが非常に重要だと思ってまして、で例えばさ、2回目の人だと、例えば前回との変更点の課されるじゃないですか。で、おそらく前回との変更点書いてあって何も変更されてないとか、何も変更されてないってのが一番嫌がりますよね。その C 方式とかで、 C 方式って今1回しか出さないんですけど、何遍も出せた時にほとんど同じ内容で毎回受け続けた人がいて、それはやっぱり大学側でものすごい問題あって、結局こう、C 方式2回目以降受けるってことができなくなったっていう話があって、やっぱり何も変更ないってのはすごい嫌がるので、やっぱりこう2回目以降出す人に関しては、いわゆるその前回との変更点が一番重要な書類になると思います。で、それを見てある程度変更されてるな、筋もいいなと思ったら、もちろんそれは読んでもらえると思うし、ただそうじゃなかったら多分その場でもう実験度なんですよね。せっかくこうその前回例えば面接とかまで行って AO に関してはある程度自信があるっていう風なことでやってても、やっぱりそういう形になることってものすごくあると思うから、そこの部分をどういう風な形で見ていくかっていうところは、実はすごい大事なことだなと思ってるし、必要なことだなと思っていて、そこに関してやっぱりまた考えていく必要があるかなっていうふうには思ってます。それがまず一つです。で、その上でその AO に合格するために出生日どの書類が一番重要なのか、だから2回目以降の方に関しては前回との変更点で、一番最初の人にとってはじゃあ何かっていうと、やっぱり志望理由書ですよね。その自由記述もそうなんですけど、こうパッと見えて、大根先生とかで文章の早いんで、志望理由書になったらパッと読めば、出来不出来って分かるわけですよ。で、不出来だなと思ったら不出来だなと思いながら、多分適当に評価する。少なくとも合格にはしない形で評価すると思うし、出来がいいなと思ったら、やっぱりじっくり読むし、他のものも読むと思いますよね。認定資料に至っては、なんていうの、これ面接って多分その、提出書類の出来がいい人悪い人で結構違ってて、なんか提出書類の出来が悪いと、なんか若手ばっかりの部屋みたいなところにこう連れてかれたりとか、呼ばれたりする時間が遅かったりとかするんですけど、その出来がいい人に関して言うと、結構認定資料とかまでちゃんと見てくれてるんですよね。で、なんかこう若手であんまやる気ないような人たちがなんか多いような部屋だと、認定室とかも全然見てもらえなくて、理解されてないような感じで、とりあえず話聞くみたいな感じで、なんか武器屋号になっちゃうみたいなことも結構あるみたいで、全身が。で、そういうふうなことを考慮すると、やっぱり最初の書類の出来ってすごい大事ですよね。その、書類の出来ってのは別に多分、志望理由書に限った話じゃなくて、他のものでもやっぱり見やすく読みやすく、理解しやすく書かれてる。その自分書きたいことを書くんじゃなくて、相手が見たいことっていうのを想像して、その想像がちゃんと当たってて、それでもちろん書いてるっていうところが一番大事なので、そういうところをちょっと意識してね、やってみていただければなと思います。よろしくお願いします。